はい、どうも、ゆっきーでーす。今回は、コクワガタのね、産卵ケージを作りたいと思います。産卵のね、産卵容器を作りたいと思います。これ二度目なんですけれど、以前は、産卵容器にメスを入れて、二ヶ月ね、そのメスをね、このまま入れといたらですね、全部おそらく幼虫がメスによって食われてしまったという、まあ苦い思い出があるんで、今回は、1ヶ月でね、メスをね、取り上げたいと思います。とりあえず用意したのはこちら。産卵木を、ダイソーの5リッターケースの中に、こちら産卵木はこれダイソーで買ったやつではなく、これ近くのホームセンターで購入したやつです。はい。これをですね、まあ水にもう24時間つけてあるんですが、若干まあ乾かしてはいるんですけど。これを、まずは、皮を、ひっぺがしたいと思います。皮をね、これマイナスドライバーとかで、これひっぺがします。皮があると、まあ、産卵の妨げになるということで、これをひっぺがしてと、結構ペリペリ剥けるの。で、ダイソーのね、昆虫マット。を、この中に、まあ、敷き詰めるわけですけど。お、すごい。ペリペリペリー。すごい剥げた。うまい具合に剥げたね。こんな感じで剥げました。まあ、この、皮は、後に使う、後にっていうか、まあ、いろいろ用途があるんで、転倒防止剤とかでこれ使うんで、これ皮は、取っときます。で、これを横にしてと。で、用意しますのは、ダイソーの昆虫マットっていう昆虫マットが、そこにあると思いますが、これですね。これを入れていきたいと思います。こちらは、冷蔵庫じゃない、冷凍庫に、24時間、保存しておいて、菌をね、全部殺して、まあ、ダニとか、なんかいろいろ、コバエとかをシャットダウンするために、冷凍庫の中に1日保存しといたんですよ。これを引っ張り出して、これを入れていきたいと。どうぞ。どうぞ。入れて。ちょっと砕いて。まあ、割とこうきつめに、これきつめにこれを入れ、きつめにこれを
ぎゅうぎゅう詰めにして、よしと、ぎゅうぎゅう詰めにしてと、がっちりこうやって固めます。とりあえず多分これで合ってると思うんだけど、やり方はね、がっちり固めて、でもうかぶさるぐらいまで全部固めるんです。全部固めます。こうやってガチ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 の固めまして、ガチ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 にこれ固めます。でその後に上からパラーっとかけて、ファサーっとかけて終わりって感じでいいと思います。なんかこういうやり方がいいらしいですね。ハサーっとかけるよりもガチガチに固めてやった方がいいらしいという先人の教えです。よしと。で、あと上から適当にハサーっとかけて、パサーッと残りをかけてと、まあこんなもんです。まあこんなもんでしょうよと。で、この上に適当に転倒防止剤を、先ほどあった木の皮を入れて、ちょっと雨を取って、転倒防止剤とあとゼリーを適当に入れれば完成ということです。うん、これであとメスを入れてね、転倒防止剤これを適当にちぎって、
ピッピッ。これであとメスを入れれば完成。ああ、よし、メスメス。手を洗わないと。メスはですね、なかなか出てこないんで、ちょ、ほじくり返しますか。現在メスのいるケージ、こちらです。メスをちょっとほじくり返しましょう。まあ夜は出てきてると思うんで、ちゃんと餌は食ってるんで、よっと。メス。うわー、コクワガタ、お前なんかダニめっちゃついてないか、お前の腹に。腹とかにめっちゃダニついてるけど、お前大丈夫？これオス、コクワガタのオスです。あれ、メスどこ行った、お前。おい、メスどこ行ったよ。ほじくり返すか。メスちょっとほじくり返すよ。めっちゃお前なんか腹にダニびっしりついてるやん。メスくんはどこ行ったのかな。メスくんでーす。メス。これをこの中に入れといて。多分交尾はしてると思うんで。こいつめっちゃあれだな。ほら。めっちゃ腹にね、この裏側、この裏側にね、めっちゃダニが湧いてます。大丈夫かしら。まあ、ダニには強えとは思うんだけど。まあいいや。で、あとは、餌を、こうして、ここに入れといて、これで出来上がりー。よし、これで出来上がりっすね。ということで、これで1ヶ月間、まあ餌を交換しつつ、まあ湿度も頼もちつつで、持ちつ持たれつって感じで、ね。その後にまた割り出しをやりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。